こんにちは、あまねこです。今日なんですけど、本日の相棒はランボルギーニ裏勘エボスパイダーくんなんですけど、普通に裏勘エボスパイダーで走るだけではなく、なんと今日は久々のコラボ企画でございます。いや、8月はね、ちょっとコラボを頑張りたいなってことで、以前にもコラボ動画もしかしたら出してるかもしれないんですけど、なんと今回のゲスト、すごいスペシャルな方なんです。みんな誰だと思いますか？多分視聴者の皆さんが一番待ってたコラボだと思うんですよ。いや、私のあまねこチャンネルの視聴者の皆さん、私以外の女性が出るとすごいわー、ドッカンドッカンって湧くと思うんですけど、もう今日は大フィーバーです。なんと今日は元国民的アイドルグループのあの方に来ていただきたいと思います。ということで、早速ではご紹介したいと思います。今回コラボいただく方はこの方です。じゃーん。よろしくお願いします。お願いします。はい、なんとまさかの元 AKB グループの鈴木優香さんとコラボということで、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。あまねこチャンネルにまさかこんなゲストが来てくれると思わず、私は初コラボでめっちゃ緊張してます。そっか、初なんですもんね。そうなんです。そっかそっか。いや、初が私で大丈夫なのかちょっと心配なんですが、今回は優香ちゃんに事前にどの車がいいかってお話は聞いたんですけど、一応今回はこの子で大丈夫でした？めっちゃ大丈夫です。今日はこのランボルギーニ裏カエボスパイダーくん連れてきたんで、ちょっと優香ちゃんにこの子をご紹介しつつ、あとはちょっと軽くドライブできたらなと思ってるんですけど、そもそもランボは初ですか？ランボルギーニは見たことはあるんですけど、はいはい、乗るのは初です。お、やった、初いただきました。最近なんか車系の動画たくさん投稿されてると思うんですけど、一応スポーツカーとかも興味はあるってことですよね？スポーツカー乗ったことあります。そうですよね、なんかスープラとか試乗されてましたもんね。はい、はい、じゃあせっかくなんでちょっと今回もスポーツっぽい走りはこの子もねたくさんしてくれると思うんで、そのあたりもお伝えできればなと思います。それでは早速ご紹介していきたいと思うんですが、今日もご安全によろしくお願いします。どうですか、まずパッと見た時。すごすぎて、なんか左ハンドルだし。あ、そうなんですよね。しかも開くんですよね。そうなんです、ここがね、ウィーンって開いてくれるんですけど。やばい、すごいですね、本当に。いや、でもなんかあんま女の子に受けるような車ではないのかなとは思うんですけど。めっちゃ好きです。え、本当ですか？はい、かっこいい。嬉しい、嬉しい。やった。ちょっとせっかくなんで運転席行ってもらおうかと思います。運転席ですか？はい、運転席ちょっと乗りません？いいですか？はい、どうぞどうぞ。本当にワナンバーじゃない、すごい。本当にワナンバーだ。確かに。では、はい、ちょっと暑いんですけど、靴のまま上がっちゃって。靴のまま大丈夫です、ドキンじゃないです。どうぞどうぞどうぞ。こんな感じです。どうですか？いやー、ドキドキです。緊張する。ちょっとせっかくなんでエンジンかけてもらおうかなと思うんですけど、ここの真ん中にスタートストップってボタンあるんで、それをそうブレーキペダル踏みながら押してもらっていいですか？ぜひお願いします。せーの。わあ、やばい。めっちゃいい反応いただきました。びっくりした。これがランボルギーニなんだ。そう、こんな感じで、やっぱサウンドがすごいんですよね。すごいですね、本当に。びっくりした。そんなでかいんだ。ありがとうございます。こんな感じでした。すごい。もう走ったらもっとやばいってことですよね。いや、そうなんですよ。なんでちょっとその辺も味わってもらいたいなっていうのと、あと今日はせっかく雨が降ってないんでオープンにしちゃいたいなと思うんですけど、オープンにするのも実はここにボタンがあるんで押してもらっていいですか？これ？そうなんです、これをここのレバーを押し込んでもらう感じです。長押しで、じゃん。すごい。めっちゃ楽ちん。すごい。そう、意外と早いんですよこれ。早いですね。じゃん。前にロードスターの時は全部自動でやったので。そっか。そっかそっか。知らなかった。そうなんです。自動めっちゃ便利です。というこんな感じでございます。すごい。はい。
なんでちょっとこんな感じでオープンにして、ここからドライブで楽しめたらなと思います。はい、よろしくお願いします。では、早速走っていきましょうか。行きましょう。いきなりドライブということで。はい、よし、ではご安全に行ってきます。ちょっと私のチャンネルの方ではあの映像はなかったと思うんですけど、さっきまであのゆうかちゃんのパパクリップパパクリッパーを洗車しまして綺麗になりましたということで。でも最近はあれですよね、私もゆうかちゃんのチャンネルはちょこちょこ拝見してるんですけど。あ、もちろんですよ。あのやっぱ車関係の動画最近出されてるじゃないですか。そうなんですよ。うちの視聴者さんとかもあのゆうかちゃんの名前知ってる方結構多くて。本当ですか。あ、車系でって。あ、本当ですか。 YouTube ってあれ見れるじゃないですか、その自分のチャンネルを見てる関連の、はいはいはい、視聴者みたいな、うん、いつもあまねこさん入ってて。え、本当ですか。おで視聴者さんからもあまねこちゃんコラボしてほしいとか。え、ありました。そう言われてて。嬉しい。やった。配信したんですけど、ライブ配信は。あ、確かにされてましたね。コラボするんですよって言ったら、うんうんうん、みんなあまねこあまねこって言ってました。嘘。そう、車系って言われてたから。はいはいはい、ちょっとバレてました。いや、でも私もその前に実は元アイドルの方とみたいな話をしてたんで。そう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 。そっか、じゃああれ視聴者さん的にはなんか期待のコラボかもしれないって感じ。めっちゃ。そうですね、私まで人見知りすぎて。いや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 、それは私もですよ。話せる感じ。いやいや、あれじゃないですか、もともとアイドルグループでやってたから。グループだとソロと違って、うん、なんか結構みんな協調性が大事みたいな、そんなイメージなんですけど。いや、でも私協調性なすぎて。そう、行動とか割と一人でするタイプで。そうなんですね。そう、あ、でも確かに一人で結構いろんなとこ YouTube でも行かれてますよね。そう、基本的に一人行動だから。あ、そう、友達とかも全然いなくて。そうで、初コラボだし友達になってほしいんです。めちゃくちゃ嬉しい発言いただいちゃいました。いや、私もそんななんか最近仕事一本で行き過ぎて。そうですね、全然毎日投稿してますね。そうですね。なんで本当になんか友達と遊ぶっていうのも結構動画撮れる人としかあんま遊ばなくなっちゃったりとかして。めっちゃ嬉しい、それは。ゆうかちゃん動画出してて、あの結構水着とか多いじゃないですか。そうです。なんか真冬に海に行ったりとか雪山で踊ってたりとかしてたじゃないですか。あれ見てめっちゃエロって思って見てました。見方が完全におじさんなんですけど。今年はちょっとあんま体張ってなくて、ま、あ、そうなんだ。え、じゃあこれから張る予定が。どうしよう、今年の冬。冬。一緒に体張ってくれたら一緒に行きましょう。やばい、私の需要は多分ないと思うんですけど。頑張ってカメラマンします。いや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 。え、でも車も興味は多少あるってことですよね。車も興味あります。好きです。車で友達が、まあ自称なんで多分もしかしたら違うかもしれないけど、少ない少ない。お、結構似てないですか。ちょっとなんかキャラ似てる気が。意外と今日会ってから 3,4 時間経つけど、うん、似てるなって思ってました。え、嬉しい。やった。なんかサムネ撮影の仕方とか似てません。確かに。はい、なんかいろいろ賛否はありますけど。確かに。でもすごいやりやすいです。嬉しいです。ちょっとじゃあそろそろ気合を入れましてモードを変えていきます。うわー、響く。そう、後ろにエンジンがあるんで後ろから結構音があるんですけど。すごい。こんな感じでなんか息切りたくなりますね。ランボルギーニだぜって。あ、そうだ、あのゆうかちゃんちょっと聞きたいんですけど、うん、もし彼氏だったりとかデートする相手男性がお迎えに来るとしたら、うん、何の車がいいですか。難しいですね。そう、これ私もちょっと他も女性コラボした方とかに聞いてるんですけど、あの車好きの方とかだったら、うん、やっぱりなんかちょっとかっこいいスポーツカーもいいし、あとはちょっとゴリゴリの SUV とかそういうのがいいみたいなあったんですけど、ゆうかちゃん的にはどういうのがいいとかってあったりします。でも私あんま気使いたくないし、目立ちたくないので、ちなみに分けたいので、なんか本当軽自動車とかの方が気使わなくていいかもしれない。やばい、あまねこ失格だ。
ょっとまたモードを変えて。おお、すごい。こんな感じです。すごい。ちょっと急加速はこんな感じですね。面白い。あと、触れていいのか分かんないですけど、いろいろ辞めるきっかけあったじゃないですか、うん、その辺の話とかも私、ゆうかちゃんの YouTube をたまたまチラッと見て、うん、そこで知ったんですけど、あ、そうなんだ。あ、でも確かにこの子顔すごいエロいもんなみたいな顔エロい。でもそれ昔からめっちゃ言われます。言われません？顔エロいんですよね。お顔、あの、もちろんめちゃくちゃ可愛いんですけどなんか不思議な色気を感じるというか。そうなんですよ。ありますね。言われますよね。言われますよね。両親はそんなんじゃなくてめちゃくちゃなのに。あ、そうですか。え、ゆうかちゃんだけ突然変異。私だけ。私も普通なんですよ。あ、そうなんだ。で、良くなりました。面白い。でも視聴者さんもきっと同じこと思ってると思うんでね。みんなもコメントしてね。でしょ、エロいでしょ。いやー、でもゆうかちゃんの水着を動画上では見てたんで、どっかで実際に見れたらいいなとおじさんは思ってます。どっかで一緒に水着になりたいですね。いや、私はカメラマン頑張るんで、あの、ぜひ撮影させてください。めっちゃ恥ずかしい。視聴者さんも多分それを待ってます。ね、いろいろ行きたい。日本一周も一緒に回りたいんですけどね。本当ですか。企画重すぎて。あ、でも東京やってないんですよ、まだ。東京どっか行けるかもしれない。東京やばい。何ですか、柿取るやつですか。あ、そうなんです。これマジックハンドです。あ、マジックハンドか。駐車券とか、ピッてこれで。すごい、これ使う人初めて見ました。なんか柿とか取ってきたのかと思ってはい、ということでドライブしてきました。楽しかった。いや、すごい新鮮でした。いや、でもなんか助手席乗っててすごい違和感なかったんですけど。本当ですか。本当に初ですか。いつも軽バンです。いや、でもランボも似合う女性ということで。いやありがとうございました。あと、これかもまたドライブデートさせてもらうんですけど、その続きはゆうかちゃんの方のチャンネルで投稿される予定ですので、ぜひ皆さんそちらもチェックいただければと思います。お願いします。はい、なんでちょっとゆうかちゃんには今日いろんな色聞いちゃいましたが、あの、私はまねこの中のおじさん的にはまた次は水着とかどこかのタイミングでね、はい、お願いできたらと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあ次は私がいっぱいいろんなこと聞きます。何聞かれるんだろう、ドキドキ。ということで、今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずによろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。